見たか？今シティに入ってった人、頭が輝いてたみたいだぞ。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。おい、なんでわかるんだ？アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、氷霊院はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。氷霊院は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは二人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて、神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわあ、一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんて、すっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。創神様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。まずオイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は創神様に謁見する方法を考える。あれ、これ以上情報を得られないぞ。アーカー社はこの問題に答えられないみたいだ。無理やりこの問題について考えると、何かを思い出せそうな、思い出せないような、微妙な感覚だな。頭が疲れた。うんうん、お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ？スメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。お前も同じ感じか。安心したし。
たちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして、いろいろ試したけど、クラクサナリデビに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教練員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。こんにちは。ロハウェイってお前のことか？そうですが、何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あ、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？宗神様に？あ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない、アーカー社はこの問題については答えてくれない。おい、お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には宗神様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、宗神様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識や、どうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。うん、なるほどな。ありがとう、助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教練院で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練院で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こうぜ。面倒なことばかりだ。他に聞きたいことはあるかな？賢者は
凶霊院の研究者に与えられる最高の肩書きだ。凶霊院創設以来、六大賢者は六大学派の学術エリートというだけでなく、各学院の支配者でもある。また六大賢者の中から選ばれるただ一人が凶霊院の最高責任者、大賢者となる。現在の大賢者はメーロン派のアザール様だ。古来より賢者たちはスメールに多大な貢献をしてきた。アーカー社がスメールに広く普及したのも彼らの努力のおかげさ。他に聞きたいことはあるかな？あなたもこのことに興味津々だって分かっていたよ。六大学派の研究分野は違うが、凶霊院の管理や事務のこともあるから、お互いよく揉めるんだ。私たち正論派の賢者ナフィス様については、誰もがその荒い気性を知ってる。彼を恐れるのは私たち研究者ばかりではないぞ。あの大賢者アザール様まで塩らしくなっていた。まあ彼は長いこと顔を出していないけどね。聞いた話によると重要なプロジェクトに参加しているらしい。彼が忙しいおかげで私も論文を一本発表することができたよ。他に聞きたいことはあるかな？さようなら。私を見習って何事も楽観的にな。ばかりだな。記録しないと。それ。風の流れる方へ。星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか？キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか？はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません、アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人とも、そう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団？変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスファンドさんは、うちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして、幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。星と深淵を目指せ。こそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。
話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスバンド。オイラたち、ちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど。で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、単刀直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。え、なんでそういうことになるんだ。教霊院を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサ・ナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教霊院も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとうな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。はあ、みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、はあ、
神はきっと私を見捨てたんだ。で絶望して深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか。あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめない限り、私たちはどこにでも存在すると。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ、どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ、せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ、そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね、びっくりした。安心しろ、お前を追ってたやつらはオイラたちが巻いておいたぞ。え、そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。あ、やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。うん、それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。行こう。お嬢様、こいつらは何者ですか？彼女たちは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。
たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？2倍？3倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで。
あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、もったいないわ。よかった。ちゃんと話がついたみたいだな。あ。大丈夫よ。安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。よう、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風魔池のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。はいよ。ん？こちらの方はひょっとして風魔池のお嬢さん？いやー、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。そうだぞ、ドニアザード、クラクサナリデビの話をしてくれるだけで感謝してるんだから。だったらデーツナンはいかが。うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。おいらはやだぞ。おい、オイラ得意なスライム料理に不満でもあるのか？ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。え、本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になって、ほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころか、アーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて、何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私どこにも行けないから何もできないの。
あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ？子供は皆願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて、叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。その後ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。ええ、絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハール・カデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話ではクラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練員の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカ・デバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカ・デバータ様が本当に制御されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカ・デバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。あの、周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、
グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって言ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。ここで売ってるのはみんなで飲み食いできる美味しいもんだよ。ニーロ、ごめんね遅くなっちゃって。うわ、ドニアザード、ずっと来ないからきっと家に閉じ込められてるんだと思ってたのに、まさか本当に逃げ出したなんて。あれ、ディシアまで、もしかして彼女に捕まっちゃったの？確かにそんな状況にもなったけど、今はもう平気よ。ディシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。ところでそっちのお二人は？あ、こちらは旅人にパイモ。知り合ったばかりの友達なの。彼女たちはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリデビ様について聞きたいんだって。つまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？それは素敵だね。この度私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなく。そうだ、ドニアザード、私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで、私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら？でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから、ほら案内するから見に行こう。うわあ、立派な舞台だな。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね、ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令院には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れてシアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。教令院の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探査も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木の裏を修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣探日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。うん、あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探査で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼女たちにこのお祭りの由来は話した？
マハール・カデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によると、この日を家臣誕日って呼ぶのは、家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカ・デバータ様のお誕生日を祝うため、ご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハールッカ・デバータ様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まればいいのに、と感心した。うん、神様たちの話をすると魔人戦争のことを思い出してしまうって言うけど、スメールの神様たちにも楽しい時間があったんだ。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私のこの服も家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら、本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね。マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも、結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像すると、なんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても、私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣誕祭に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその二つって矛盾しないだろ。それじゃ一緒に家臣誕祭に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣誕祭のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。お姉さんの髪は金色だし、着ている服も私たちのと違うね。あなたは外国から来たの？知ってる？ここではもうすぐ家臣誕祭が開かれるんだよ。家臣誕祭には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。えへへ、家臣誕祭のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここニーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどは
みんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ。いいの？もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。はは、家臣探索の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はモハールッカ・デバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。モハールッカ・デバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探索の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。今年の家臣探索が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣探術のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員の奴らが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探索もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教練員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。おい見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか。ふんふふん、キャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか。あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ。確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン、お前はなんでここに来たんだ。好きというより
最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。お、今日のキャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人、パイモン。どうしたんだ、ディシア。お嬢様は、あんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実は、お嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ！でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くから、ついてきてくれ。お嬢様は少し疲れて、ニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー町の前で会おう。うん、また後でな。レグザー町で、ディシアを待とうぜ。遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。ディシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。ち、私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。おじい、これはこれはディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコ社の兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは教霊院に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人ではみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそう言うのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな、おじい。一体どんなことなんだ？実は以前、教霊院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。うん、それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は教霊院の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日教霊院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、道半ばで品が奪われたんだ。
情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな礁港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教令員もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。教令員の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってても自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、リシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス港に行ってみようぜ。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。ああ、過信短日にまた会おう。狩猟の獅子のディシアが君たちに協力するとは、君たちは大したもんだな。30人団は教令員には属さないとはいえ、雇用関係があるから言えないこともある。それに俺たちはスメールシティの安全を守らなきゃならないんだ。教令員のなくしたものと君たちに学生のふりをしろと言った理由は自分の目で確かめてきなさい。ここに来るのも久しぶりだから、おじいと少し話してから帰るぜ。前にいろいろと世話になったからな。スメールシティの港口から川沿いに南に行けばオルモス港に着ける。船で行くのが一番早いけどな。気をつけろよ。過信短日にまた会おう。